こんにちは、クリッカートミンです。ツインリンクモテギで四輪ナンバー付き車両によるタイム計測イベント、モテギチャレンジグランプリが初開催されます。モテギチャレンジグランプリは日頃四輪ナンバー付き車両でサーキット走行を楽しんでいる TRMCS 会員向けの楽しみながら競い合える新しい形のイベント。開催日にはレース同様にタイム計測付きサーキット走行やレーシングドライバーをゲストに招き、レーシングアドバイスやイベントなどを予定しているとのことです。イベントに興味があるけれど会員になっていない、サーキット走行したことがないから不安という方、安心してください。非会員の方でも走行を楽しめる TRMCS 特別入会プランやチャレンジグランプリに先駆けタイム計測付きの TRMCS スポーツ走行が5月19日土曜日、27日日曜日に行われます。またツインリンクモテギの国際レーシングコースはコース幅が広く、最大ストリートも約750メートルと国際レーシングコースでは短いため、サーキット走行デビューにはぴったりのコースなんです。さらに万が一のコースアウトでもセーフティーゾーンが広いので安心して走行することができます。 MotoGP やスーパー GT といった国内外の熱いレースが繰り広げられるツインリンクモテギで、愛車を走らせるだけでも感動的なのに、ただ走行するだけでなく競い合うこともできるって楽しそう。車好きだけのみならずレース好きにもぜひチャレンジしてほしいイベントです。